一般的なシングルローター形態のヘリコプターヘリコプターは回転翼機に分類される航空機の一種。垂直方向の軸に配置したローターをエンジンの力で回転させて揚力を得て出力やローターの描く面を変化させることで進行方向への推進力を得たりホバリングを含めて高度を調整したりできる。 飛行にはローターで動かす大気の存在が前提となる。ヘリコプターという名称はギリシャ語のヘリックストプテロンを語源とする。このヘリックスに由来する、接頭時エリコが1861年にギュスターブ・ポントン・ダメクールによって命名された。この単語が英語ではヘリコプターという形になり、日本語のヘリコプターという表記も英語の発音に由来する。ヘリア。 コプターと略されるほか英語では、チョッパーとも呼ばれる。ローターが大気をキルすることから、軍用ヘリが投入された朝鮮戦争時に、スラングとして発生し、ベトナム戦争で普及した。安定して飛行できるヘリコプターが誕生したのは、ナチスドイツであったとされる。離発着に滑走路が不要なため、現代においては、民生と軍事を含む幅広い用途で使われている。 無人ヘリコプターも実用化されているが、安定した飛行がしやすいようにローターを多数備えた。無人航空機はドローンに分類されることが多い。ヘリコプターは、機体の前後方向に垂直な軸にローターを配置し、それをエンジンの力で回転させ、ローターの向かい角と回転面の傾きを調整することによって、揚力を調整したり、その運動方向を変化する。 航空機である。主たる、ローターの数が一つのものの他に、二つのものがある。国土交通省航空局の、対空精神作用量第一部、定義によれば、ヘリコプターは、重要な揚力を一個以上の回転翼から得る、回転翼航空機の一つであると、定義されている。ヘリコプターには、空中のある位置に止まるホバリングや、ホバリング状態から、 垂直上昇や垂直降下、前方への水平飛行へ移ったり、機体の方向を保ったまま、真横や後方や斜め方向に進むといった軌道をできる。また比較的狭い場所でも離着陸できる。これらの特徴から極めて広い用途で利用されている。例えば山岳遭難や海洋遭難での救助活動にも活用され、 また災害発生時には被災者の救助や安全な場所への移送、被災地への救援物資の運搬等々に用いられ、他にも、離島などに住む患者の病院への移送や、救急搬送、報道機関による空中からの取材、要人の移動、都市上空観光、また、企業のエグゼクティブの効率の良い移動手段、森林火災などの空中消火、逃亡する犯人の警察による、 追跡等々にも利用されている。詳しくは、用途参照。軍隊でも、攻撃や偵察、ヘリボーンを含む人員や兵器、物資の輸送、捜索救難、対戦紹介など多用される。長大な飛行甲板がない軍艦でも艦載機として運用でき、多数のヘリコプターを搭載したヘリ空母もある。なお、工述するローターヘッドの形式によっては、 中返りなどの極技飛行ができる機体もある。ただし、ヘリコプターは固定翼機に比べると一般に速度が遅く、燃費も悪く、航続距離も短い。一方で、固定翼機のように滑走路を必要とせず、ヘリパッドさえあれば離着陸が可能なので、飛行場と目的地の間の移動時間を含めれば固定翼機より、 ヘリコプターの方が迅速に移動できる場合も多い。また、北米では、ヘリコプターの騒音が、社会問題になっている。なおヘリコプターには、航空機メーカーが製造、販売する、完成品だけでなく、JH-4 のようなホームビル時も存在する。ラジコンのヘリコプターも、電子ジャイロの小型化、高性能化により複雑な姿勢制御が容易となり、 超小型の手のひらに乗せられるような機体も登場し狭い空間でも飛ばせるようになったので人気も高い。また農薬散布用の小型の遠隔操縦ヘリも長年にわたり多数の農家で実用的に用いられておりさらに自動制御のロボットヘリも登場した。観測用の遠隔操縦小型ヘリもあり火山の加工の観測など危険で人を近づけるわけにはいかない。 場所の画像、映像や、書データの収集に役立ってきた歴史がある。ダビンチのヘリコプターズアンメディアを再生するヘリコプター1922世界初の実用ヘリコプターである、フォッケウルフ FW61 火星で飛行した、インジェニュイティヘリコプターの研究は遠く紀元前の中国の竹トンボに始まって、ルネサンス期ヨーロッパにおけるレオナルド・ダヴィンチのスケッチ。 さらには18世紀から19世紀のジョージ・ケイリーやヤーコプレーゲンらの模型を経て何人かの実験家による蒸気機関を積んだ試作機製作と進められた。実際にパイロットを乗せローターを使って地上を離れたのは20世紀になってからのことである。トーマス・エジソンも燃焼の反動を利用したヘリコプターを研究したが、 爆発事故が発生し、幸い負傷者は出なかったが研究を打ち切っている。固定翼機が登場し、ヘリコプターが実用化されるまでの間にオートジャイロが現れ、回転翼の挙動に関する空気力学や機械工学的な知見が得られた。1901年にドイツのヘルマン・ガンズビントは、現在のヘリコプターに相当する動力で回転する回転翼を装備した。 航空機に2名を乗せて15秒間の浮上を実演した1907年にフランスのモーリス・レジェ、ルイ・ブレゲー、ポール・コルニューラが相次いで多少のホバリングに成功した。オーストリア・ハンガリー帝国にて1917年に PKZ-1 という4つのローターを持ったヘリコプターが1918年には PKZ-2 という同軸反転ローターのヘリコプターがセオドア・フォン・カルマンらによって開発され、それぞれがホバリングに成功した。安定して飛行できるヘリコプターが最初に飛行したのは1930年代のナチスドイツにおいてでハインリヒ・フォッケによりベルリンで開発されたフォッケウルフ FW61 である。 アントン・フレットナーもヘリコプターの開発に貢献する。ロシアから米国へ亡命したイーゴリ・シコールスキーもヘリコプターのパイオニアの一人でタンローター、ビブローター付けという今日の反トルクテールローター形式の基礎となった VS-300 を1939年に初飛行させた。これの発展型 R-4 が第二次世界大戦末期に アメリカ軍で用いられたと言われる。実際に回転翼機で垂直上昇、垂直着陸、空中静止を得るには、重量あたりの出力が小さいレシプロエンジンでは、限界があり、十分な実用性能を得るためには、軽量で高出力なガスタービングエンジンの採用を待たねばならない。飛行機の発明者、オービルライトも、1936年の所管中で、 ヘリコプターは実用的でないとしている。1951年12月11日、チャールズ・カマンがカマン K-225 に、ボーイング500にターボシャフトエンジンを搭載した。従来のレシプロエンジンに比べて大幅に向上した。1951年、カマンの K-225 は、世界初のガスタービンエンジン式ヘリコプターになった。この機体は現在、 スミソニアン博物館に保存されている。2年後、1954年3月26日、改良型の海軍の HTK-1 は飛行した初の総発タービンヘリコプターになった。1955年に、フランスのシュドエスト SE-3130 が、世界最初に量産されたガスタービンエンジンを搭載した量産ヘリとして、 登場し、いくつかの世界記録を塗り替えた。これ以降、ジェットヘリというヘリコプターの一分野が作られていく。軍事目的では、第二次世界大戦末期に、実戦投入され、英領マレーでのタイゲリラ戦や朝鮮戦争でも、利用されているが、その用途は、連絡や紹介、航空救難など、補助任務にとどまり、本格的な運用としては、ジェットヘリが、 実用化されて以降のベトナム戦争が初めてである。以後、ヘリは航空戦力として必要不可欠な存在となった。日本では1903年に歌人、発明家の丸岡勝羅が製作した人力式の昇空機や1937年頃にまぶち一が製作したまぶ式ヘリコプターの記録があり、1944年には 横浜高等工業学校で広津万里教授が助手や学生の協力を得てソーローター形式のヘリコプター特殊調津外レゴを開発した記録がある。1945年には太平洋戦争で敗れた日本を占領した米進中軍が使用し日本人を驚かせた記録が残っている。 1952年に、読売 Y-1 やカいやヘリプレーンや萩原 JHX ヘリコプターが開発されたが、どれも飛行には至らなかった。全日本空輸の前身である日本ヘリコプター輸送が1952年12月27日に、宣伝活動を目的に設立されている。 1988年6月20日から1991年10月18日まで、シティアリンクが羽田と成田を結ぶ路線を運行していたが、騒音問題に加えて、一般の飛行機に比べ運行コストが高く、航空路線としては不採算で廃止となった。1995年に、現コーポレーションによって一人乗りの a 1 4の試験飛行が実施された。 その他には、国内の愛好家が制作した、ホームビルト機で実際に飛行した例が複数ある。2017年時点、東方航空により八丈島、三倉島、三宅島、伊豆大島、豊島の往復と、八丈島、青ヶ島の往復で、東京アイランド、シャトルと名付けられた、定期航路が運航されている。これが、日本で、唯一の定期、乗り合いヘリコプター航路である。 車用機としても一定の需要があり、中小の航空会社では運航を受託するビジネスを展開している。香港とマカオではこの2点間を結ぶヘリコプターの定期航路があり、かつてこれは世界で唯一のヘリコプターによる国際線の定期航路であったが、どちらも中国に返還されたため、現在では国内便として運航されている。その他、 利用客の多い定期路線としては、モナコニース館や、バンクーバー・ビクトリア館などがある。2021年には、アメリカ航空宇宙局が、火星に送り込んだ無人ヘリコプター、インジェニュイティが飛行を成功させ、地球の大気より、はるかに希薄な火星の大気でもヘリコプターが、実用可能であることを実証した。ヘリコプターは滑走路を使わずに着陸できる。 ため様々な場所で利用されている。主な用途は人員輸送、貨物輸送、人命救助、報道、遊覧などである。人員や貨物の輸送では滑走路の内離島、山間部、石油プラットフォーム、ヘリポートのある都市部のビル屋上への離着陸。空き地などへの離着陸も可能なため救急搬送用のドクターヘリ。 ホバリングも可能なので災害救助用の警察や、消防などの防災ヘリコプター、船舶のヘリパッドにも離着陸できるため、沿岸警備隊や海上保安庁の巡視船での、洋上捜索救難活動にも使用される。軍事用としては、警戒監視、対戦哨戒機や、攻撃機としての用途もある。その他、テレビ局の報道中継用、空撮、農薬散布用の小型機、 遊覧飛行用などとしても使われる。ヘリコプターはその機構の複雑さからか、機械仕掛けの神と称されることもあり、航空宇宙工学の一分野として、ヘリコプター工学がある。ヘリコプターの地面降下ヘリコプターの原動機には、レシプロエンジンか、ターボシャフトエンジンが利用されており、両者ともトランスミッションを介して、ローターを駆動させる。 レシプロエンジンは燃料消費量が少なく安価であるが振動が大きく出力あたりの重量やエンジン自体の容積が大きいターボシャフトエンジンは振動が小さく出力あたりの重量やエンジン自体の容積が小さいが高価であり燃料消費量が多いがその問題は技術の進歩により問題ではなくなってきている下記3種類の他に 回転翼端に取り付けたジェットエンジンなどの分身機構で回転翼を回転させるチップジェットも過去には試作された。1980年にシコルスキー人力ヘリコプター賞が設立されたことで記録挑戦用として個人や大学のチームが人力ヘリコプターを製作するようになった。日本ではユーリアイなどが飛行に成功している。 エンジン回転数を一定に保ちながら必要な馬力に応じてエンジンのスロットルを開閉させて出力トルクを増減させるためコレクティブピッチレバーの位置に連動してエンジンのスロットルが動くようになっておりコレクティブピッチレバーの先端にはコレクティブピッチレバーの位置はそのままにエンジンの回転数だけを修正するスロットルコントロールグリップがあり グリップを回すことでエンジンのスロットルが動くようになっている。エンジン自体に機体側にかかる負荷に対して常にエンジン回転数を一定に保つ燃料コントロール装置が装備されており、エンジン回転数の制御はエンジンをカットオフからフライトアイドルまでを制御するスロットレバーとフライトアイドルから最大出力までを制御する回転数。 コントロールレバーにより行われるが、エンジンの種類によっては、これらのレバーを1本のレバーにまとめたものがある。そのため、エンジン回転数を制御するには、コレクティブピッチレバーに連動して、回転数コントロールレバーを動かす必要がある。また、コレクティブピッチレバーの先端には、エンジンの回転数を2に制御できる、ビーブトリムスイッチがある。 タンザの電動ヘリコプターソリューション F、クレティアンヘリコプター他の動力と同様に、回転数を一定に保ちローターのピッチ角で、揚力の制御を行うものもある。マルチコプターなど、複数のローターを備えるものは固定ピッチで、各電動機の回転制御のみで、揚力や姿勢を制御している。有人機では、電動機を動力とする、 電動ヘリコプターの試作が行われている。日本では、有人登場操縦電池電源電動ヘリコプターに対応する航空従事者技能証明などの航空機の種類についての限定制度が存在しない。無人機では、小型のマルチコプターが普及しており、趣味、撮影、農薬散布などの用途で使われている。テールローターを電動ファンに置き換えた。 実験機も登場している。陸上自衛隊の UH-1J のメインローターのローターヘッド下部の写真1、下部スワッシュプレートに上部スワッシュプレート。3、コントロールロッド4、油圧ダンパーメインローター飛び部を折りたたんだ MCH-101 メインローターの翼の1枚1枚をブレードと呼ぶ。このブレードは、 固定翼機での主翼とエレベーターやエルロンの機能を兼ね備えており進行方向と待機速度上昇や加工運動中や加減速運動ブレード自身の回転に対する加減速によって複雑な動きをするブレードはローターヘッドまたはハブと呼ばれる回転軸の取り付け部に取り付けられているヘリコプターには全関節型半関節型 無関節型、ベアリングレース型のローターヘッド形式がある。関西機として設計された機体には、メインローターを折りたたむ機構を備えた機種もある。メインローターの回転方向は、上から見て、米国製のヘリコプターでは、半時計回り、欧州製では時計回りであることが多い。このため、ヘリパイロットが、機種転換を行う場合には異なった、回転方向の機種では、 困難が伴う。また、メインローターの回転方向が逆になることで、テールローターの水力方向も逆になる。東京消防庁では、操縦席とホイストの位置関係から、救助活動には時計回りのローターが有利との判断から、フランス製の機材を導入している。これは全室のカップリング効果により、ホワリング時に、 ホイストがある右側へ機体が傾くことで、基調席からホイスト降下地点である直下が目視しやすいからである。SH-60 系のメインローター先端ヘリコプターに使用される。メインローターブレードの翼型は飛行機の主翼とほぼ同じであるが、ヘリコプター用の翼型には次のような特性が要求されている。ブレードの平面型においては、長方形翼、 先端翼、変形翼の3種類があり、製造が容易な長方形翼が主流であるが、効力や騒音、安定性などに配慮して、翼端の形状を変化させた変形翼が使用される場合がある。また、ブレードの公園には、揚力バランスの調整のためのトリムタブが取り付けられている。 木製全部には重い木材、後部にはバルサ材のような軽い木材が用いられており、これらを積層接着した合反製としている。外表面は防湿と砂塵などによる損傷を防ぐためガラス繊維布が貼られており、前縁にはステインレスコなどの保護金属板を取り付けている。比較的に製作が容易であり、 空力的に洗練された表面の翼型を正確に製作できるが重量が重くなり湿気の影響を受けやすく互換性のあるブレードを製作するのが困難である短所があるベル47などの初期のヘリコプターに採用されていたが1960年代には金属製が普及して使われなくなった木製ブレードを製造していた会社の多くは撤退したが カマンエアロスペースを子会社に持つカマンコーポレーションの社長は素材の変更で仕事のなくなった木工関係の技術者の新たな仕事として自身も演奏するギターを製造するカマンミュージックを設立した金属前円部にアルミニウム合金鋼ステンレス鋼、チタン合金を使用したスパーと呼ばれる部分と後円部にアルミ合金やチタン合金 繊維強化プラスチックを使用したスキンと呼ばれる部分で構成されている。後円部の欲型を保つため、その内部にアルミ合金の小骨やハニカムコアなどを入れており、前円部には砂塵や雨滴による摩耗や腐食を防止するためのエロージョンキャップと前円ウェイトが取り付けられている。木製ブレードに比べて高温、高質や直射日光に対して強くねじり、 剛性が大きく、薄い翼断面の翼型が製作でき、互換性のあるブレードを量産するのが容易などの長所があるが、翼型の形状を変えるなどの複雑な形状のブレードを製作しにくく、アルミ合金、鋼を使用する際には腐食対策が必要なこと、運用中で発生する傷による疲労強度の低下が著しいなどの短所がある。現在では主流である。 FRP 前円部にガラス繊維一方向材製のスパーと呼ばれる部分と後円部にハニカムコアや発泡材製の充填材を内部に充填したガラス繊維布製のスキンと呼ばれる部分で構成されており前円部には砂塵や雨滴による摩耗や腐食を防止するためのエロージョンキャップが取り付けられており内部には前円ウェイトが内蔵されている 翼型の形状を変えるなどの複雑な形状のブレードを製作し安々く柔軟性に富み衝撃に強く腐食が発生せず疲労強度に優れている長所があるが剛性が低く製造での機械化が困難なため製造コストが高くなる短所があるガラス繊維以外にも炭素繊維強化炭素複合材料を一部に使用するブレードもある また新たな複合素材の利用も研究されている。ヘリコプターのメインローターブレードの3つの運動ブレードが前後左右のいずれかの位置で常にフェザリング角が大きくなるようにすればそちらの側だけ揚力が増すためメインローターの回転面が傾いていく。反対に前後左右のいずれかの位置で常にフェザリング角が小さくなるようにすればそちらの側だけ揚力が減るためやはり メインローターの回転面が傾いていく。こういったことを行うのがサイクリックに接続されたスワッシュプレートである。スワッシュプレートはローターヘッドの下部にあってメインローター軸と一緒に回転しながらサイクリックの動きに合わせてスワッシュプレートを傾かせることでブレードのフェザリング角を常に調整している。スワッシュプレートを傾かせることによって メインローター回転面が傾くことにより飛行方向が決定されるが実際の回転面の傾きはジャイロプリセッションより加えた力の位置から回転方向に90度遅れた方向に現れる。これにより操縦桿を前後に操作することでスワッシュプレートが前後に傾く縦サイクリックピッチではブレードが左右の位置に来た時に ブレードのピッチ角が増減してメインローター回転面が前後に傾き操縦桿を左右に操作することでスワッシュプレートが左右に傾く横サイクリックピッチではブレードが前後の位置に来た時にブレードのピッチ角が増減してメインローター回転面が左右に傾くようになっているフラッピングドラッグキングフェザリングで使用されるヒンジの装備状況によって分類がされている ヒンジ部には、ブレードの円滑な動作のための金属ベアリングの装着が一般的であるが、機能維持のため潤滑などの定期的なメンテナンスが必要で、シール部分から潤滑油が漏れる恐れがあり、故障のリスクも伴う他に、ブレードの大きな荷重が不可の陽動運動であるため、長寿命ベアリングの設計が難しく、構造が複雑で重量が大きい問題があった。そこで、 最近では、金属の薄いとゴムの白層を何層にも重ねた、積層型とし、ある程度の角度範囲でのブレードの動作を許して、ブレードの遠心力による圧縮荷重に耐えられるよう、大きな圧縮合成と強度を持った、エラストメリックベアリングが使用されており、整備性や信頼性の向上が図られている。また、ヒンジを使わないものは、 複合材で作られたハブやブレードのたわみをヒンジの代わりに利用している。ドラッグヒンジには、ドラッグダンパー、または、リードラグダンパーと呼ばれる油圧ダンパーがブレードとマスト、または、ハブとの間に取り付けられており、ブレードのドラッキング運動に対して減衰力を与えているが、構造が複雑で重量が重く調整が厄介であり、振動の原因となることがあるため、 構造が簡単で重量が軽く、ゴムの先端変形による、粘段性を利用した、エラストメリックダンパーが使用されており、構造の単純化と軽量化が図られている。ローターヘッド上圧らには清流のためにフェアリングを装着する機体もあるほか、軍用ではドライブシャフト内部を通すことで、ローターヘッド上部に、レーダーやカメラなどの電子機器を備えた機体がある。 通常はエンジンからトランスミッションを介して、ローターヘッドにつながるが、下記のような方式も存在する。シングルローター最も一般的な形式。大型機種や特殊なヘリを除けば、ほとんどが、メインローターが一つのシングルローター機である。構造が簡単で、部品数が減り、重量も軽くできるなどの利点があるが、トルク操作用のテールローターが不可欠で、 それにも馬力を振り分ける必要がある。テールローターが地上で人員や障害物と接触する危険がある。重心移動の範囲が狭い。大型ヘリコプターではメインローターの寸法が大きくなる、などの不利な点もある。テールローターの安全性の改善には、ノーターやフェネストロンもある。 ツインローターツインローター式同軸反転式かマイナス50タンレムローター式 CH-47F サイドバイサイドローター式未マイナス12交差総ローター式 KMAX2 個のローターを持ちそれぞれが逆に回ることによりローターのトルクの影響をお互いに打ち消す方式テールローターに余分な出力を割く必要がなく事故の原因となり得る テールローターが不要なため安全面でも有利であるが、重量面では不利である。配置により次のようなものがある。マルチローター式、マルチコプターの有人試作機 SH-60、K のテールローターの中心部分、テールブームが髪型にある例。BK117B にヘリコプターはローターが回転し、揚力を生み出すことで浮遊する。 機体側がローターを回転させることの反作用として、ローターが機体を逆方向に回転させようとする、モーメントが生じる。これは、反、トルク、カウンタートルク、トルク効果などと呼ばれる。この時、メインローターが一つのシングルローター機では二つの、メインローターを持つ機体のように互いのトルクを、相殺する手法が使えないため、回転翼の駆動に伴う、反作用、反、 トルクを打ち消すため、ビブに備えたローターにより、横向きの水力を生み出し、その水力によるモーメントで打ち消す。機体の回転方向と水力の向きの関係により、プッシャータイプとトラクタータイプがある。テールローターは、メインローターと異なり、比較的低い位置にある場合、乗降時に人が、テールローターに接触する危険がある。このため、テールブームの取り付け位置を高くし、 テールローターが低い位置にならないよう設計された機体もある。これらの機体はテールローターに人が接触する危険性が低いので機体後部に安全に近寄ることができる。また、胴体後部に観音開きのドアを取り付けることで人員や貨物の収容性が良くなりストレッチャーなども収容しやすくなるためドクターヘリ向けの機体に採用されている。 また、空力的な致命的問題点としては、セフかつ、前進速度が低い、発動機が高出力、最大出力までの余裕がない、の条件では、テールローターは回転しているのに、その効果が失われる現象が発生し、致命的な事故を引き起こす。現在のヘリコプターでは、テールローターが、一般的であるが、下記のような方式も存在する。 MD500N のノーターノーターでは、テールブーム基部のファンにより低圧縮光ボリュームの空気をテールブーム内に送り込む。この空気の一部をテールブーム右側からテールブームに沿って下方向に噴出させ、テールブームの周りに壊んだ効果を利用した気流の循環を作り、メインローターから吹き下ろされるテールブーム左右の空気流に、 速度差が生じ、疑似翼型を成形することにより、空力的揚力を発生させ、反トルクを得る。テールブーム後端には、用コントロールペダルによりコントロールされる、ダイレクトジェット噴出口があり、横方向のコントロールに使用される。ホバリング中のエアロダイナミクスリフトと、ダイレクトジェットによる、反トルク効果は50%程度であるが、 全身飛行速度が40分速 95km ぐらいでは、吹き下ろす風が斜めになるために、ブーム側面のサーキュレーションジェットは効果を失い、後端からのダイレクトジェットだけが有効となる。ただ、このくらいの速度からは、後端の垂直安定板が風を受けることでトルクを打ち消す効果が生じるため、エンジン駆動のファンを弱くして、燃費向上に寄与することができる。また、 騒音や振動が少なくなるという利点もある。EC120 バイトのダクテッドファン垂直尾翼に相当する部分に複数のファンを埋め込んだダクテッドファンと呼ばれるタイプも存在する。これはテールローター周りをダクトで囲むことによりテールローターブレードの抑端損失を減少させテールローターの効率を上げると同時に 回転部分に対する接触の危険を低減させたものである。かつてはアエロスパシアル特許であり、商標からフェネストロンと呼ばれていたが、特許期間満了後は他のメーカーからも同じ方式が登場している。ダクテッドファンの中にはテールローターブレードを意識的に不等間隔に配列することで、各ブレードが発生する固有の過帳音を意図的に変更し、 各ファンが互いの過長周波数を相殺するようにして騒音を低減させたタイプもある。この技術は日本のタイヤメーカーによる騒音低減技術を流用したものと言われている。ヘリコプターは離着陸時の滑走が不要で当初は速度や航続距離も小さく空気抵抗が大きな問題にならなかったことから金属の棒やパイプで構成される簡素な足。 スキッドが利用され、牽引する際に、車輪のついた台に乗せて移動させていた。機体の大型化や空港での運用効率化の観点から車輪を備えた固定客、近年ではさらに空気抵抗を軽減するため、引き込み式の車輪を採用したモデルも存在する。小型機はスキッドが主流であるが、乗り降りの際に足をかけやすくするため上面に滑り、 止め加工を施したり、上下2本設置したり、空気抵抗を軽減するためスキッドの形状を工夫した機体もある。ブレードの待機速度は回転方位によって異なり、特に前進方位と交代方位ではその差が大きい。ブレードの向かい角が同じであれば、揚力は速度の事情に比例するので、左右のアンバランスが生じる。従って、 前進方位に来た時には迎え角を小さくし、交代方位に来た時には迎え角を大きくして、バランスを取る必要がある。これはブレードに、周期的なピッチ変化を与えることによって行う。速度が増加すると、後退側ではますます待機速度が減少し、かつ、逆流領域も増加するので迎え角をより大きくする、必要があるが、迎え角が、 失速角に達するとそれ以上は揚力を増加させることはできなくなる。一方全身側では、全身速度とともに、待機速度が増加し、ブレード上では音速を超える領域が生じて、衝撃波が発生し、抵抗が急増する。したがって、ローターを回転させるために必要なパワーは、後退側での失速による、抵抗増大と、相まって急増する。後退側ブレードでは、 ほぼ全面が失速と逆流領域になって、揚力を発生させることは、ほとんどできなくなる。そのため、全身側でもバランス上揚力を発生できないので、揚力を発生しているのは、回転円面の前方と後方のみとなる。しかし、 なおも速度が増加すると、それらの回転方位も失速が始まり、ローターはもはやヘリコプターを飛行させるだけの水力を発生できなくなる。これがヘリコプターの飛行速度限界であり、大気速度時速 400.87km が現在の最高記録となっている。飛行状態では失速と衝撃波のため形状効力パワーも非常に大きなものとなり、 ローターの効率は低下する。また、大きな出力を必要とするので、エンジンとトランスミッションも大きく、重くなるなど、ヘリコプター全体の効率も低下する。従い、順位ヘリコプターでの待機最高速度は、経済性、現実性の観点から実速 300km 程度で、あるものが多い。ベル204の操縦石 UH-1J の 操縦席 EC-130 の操縦席ヘリコプターの操縦席はほとんどが機体全部に左右に座席備えられており、それらは左右で同じレイアウトのコレクティブピッチレバーやサイクリックピッチスティックが機械的に連動されている。ただし副操縦士を伴わないで飛行することも多いため、機長席側だけに装備している場合も少なくない。 固定翼機とは異なり多くのヘリコプターでは、右側が主操縦席で、左側が副操縦席となる。これは、左側席では、軽機類が座席の右側になるため、これらを操作するたびに繊細な操作が要求される、サイクリックピッチスティックから手を離さなければならず、その都度左手で操縦桿を持ち直す必要がある。 この煩雑さを避けるため、また安全性の点から、ほとんどの機種で、基調席を右側に設定している。基調席を左側に設定している機種には、エアバスヘリコプターズ EC130 などがある。前後左右への進行方向の操縦は、サイクリックピッチステックを右手で操作することで、スワッシュプレートとピッチリンクを介して、 メインローターの回転面の傾きを調整して行う。上昇加工方向の操縦は、左手でコレクティブピッチレバーを操作することで、スワッシュプレートとピッチリンクを介して、メインローターブレードの向かい角を増減して行う。つまり、固定翼機と異なり、離陸のためにエンジンを付加し待機速度を上げるという概念はない。ローターの回転軸を中心にした。 機種方向の調整は、両足を用いて、左右のラダーペダルを操作することで、スワッシュプレートとピッチリンクを介して、テールローターブレードの向かい角を増減させて行う。一例として、単発エンジン搭載のシングルメインローターという条件であれば、上昇のため CEP を引き上げると、メインローターのトルクが増大して機体が右に回り始めようとするので、機種方位を保つために、 左ラダーペダルを踏み込み、テールローターの水力を増大させて、これを打ち消す必要がある。同時にテールローターの水力が増大すると機体が右側芯を始めるので、サイクリックを左に操作して、右側芯を止めなければならない。これら一連の特性をカップリングという。エンジンの出力制御は、CP レバーのグリップや多発機などでは天井にあるレバーで行うが、 メインローターブレードのピッチの増減によるエンジン回転数の制御はターボシャフトエンジン機の場合エンジン回転数を一定に保つ燃料コントロール装置により燃料量の制御が自動的に行われ補正されるのでスロットルグリップによる回転数の制御は不要であるピストンエンジン機もエンジンガバナーが装着されていればある程度までのピッチ増減は自動補正が可能である しかし、操作量が大きい場合や、エンジンガバナーがない機種の場合などは、CP レバーのスロットルグリップも操作して、常に適正回転数に保つ必要がある。パイロットはこれらすべての飛行状態において、両手両足で3つの舵を調和させて操縦しなければ、ならない。全身飛行中に旋回を行う場合、右旋回なら、サイクリックを右へ倒し、機体を、 右バンクさせると同時に、右ペダルを踏み込んで機種方向を変えるという操作を行う。この時、バンク角に見合った適切なペダル操作を行い、機体が横滑りしないように旋回操作を行う。これらは固定翼機と同様である。また、深いバンク角での旋回を行うと、延直方向の揚力が水平飛行時よりも不足し、高度が低下するので、 CP レバーを引き、揚力の不足分を補う操作を同時に行う、必要がある。水平飛行から降下への移行水平飛行から降下へ、移るのは、単に巡航高度を低高度に変更する場合と、引き続き侵入着陸を意図する場合がある。巡航高度を変更するだけの目的で降下する、場合は、巡航速度を維持したまま降下するが、降下に引き続いて、 着陸を意図する場合は着陸侵入に適した降下速度にあらかじめ減速しながら降下に移る操作手順としてはまず CEP レバーを下げて機体に初毛の降下率を与えるこの時右ラダーペダルを踏んで機体を横滑りさせないように操作しながらサイクリックスティックで初毛の降下速度に調整をする一般にシングルロータのヘリコプタでは CEP を下げると機種が下がり、上げると機種が上がる傾向がある。したがって、高下飛行に移行する場合は、機種下げによって速度が増えやすいので速度保持に注意しなければならない。最終侵入から、着陸着陸侵入の形態には大別して、次の3種類があり、着陸場所の地形や、離着陸機の混雑度を考慮して、パイロットの判断で使い分けられる。 最終侵入とは、着陸に対して、最終的に着陸点に正体して、直線侵入効果飛行を言う。着陸スポットに確実に到達するために、自ら設定した、経路、侵入角を外れないように、特に正確な操縦操作が要求される。通常着陸侵入通常侵入は、速度 VY、侵入角6から7度で開始する。 正確な侵入角に乗って降下した場合、対地高度150フィートから着陸に備えて、減速操作を始める。減速降下中の速度と高度の関係は、そのヘリコプタの飛行規定に示されている H、V 線図を考慮した所言に従って操縦しなければ、ならない。VY 以下に減速すると、減速につれて沈下が大きくなるので、CEP を操作して、 侵入格を保つ。着陸スポット上にホバリングするため一定の減速率で減速を続けるが、一般的に速度計は極低速では信頼性に欠けるため、地面の流れなど目視感覚で速度処理をしながら、スポット上に対地高度1から3メートルでホバリングして着陸侵入を終了する。高速侵入着陸飛行場のような障害物のない広い場所で、 後続の侵入機に早く侵入コースを開放するなど必要に応じて使用される侵入方法である。速度約100ノットで通常侵入よりやや浅い4から5度の侵入角で最終侵入経路に入る。対地高度150フィートまで速度約100ノットを維持しそこから急減速動作に入り着陸スポット上にホバリングする侵入方法で急減速過程では 減速のための機種上げ操作により、機体が上昇しないように、CP レバーを大きく下げなければならない。そして、次にホバリングに移るため CP レバーを大きく上げる操作が必要になる。このため、ラダーペダルの操作も CP レバーの操作に合わせて、減速過程では大きく右ラダーを踏み、ホバリングに移行するときには、大きく左ラダーを踏んで機種方位を保たなければ、ならない。 このように高速侵入から急減速停止するために機体姿勢が大きく変化することになりサイクリックピッチスティック操作による機体の動きを見て侵入角と機種方位を維持するため CEP とラダーペダルの操作の切り替えのタイミングと操打量を瞬間的に判断して素早い操作が求められる各モードの空気の流れ上通常飛行下 オートローテーションエンジン故障などによって動力を失ったヘリコプターでもすぐには墜落しないようにオートローテーションと呼ばれる飛行方法によって緩やかに降下できるよう工夫されている。それはカエデのシュ,シュは風を受けてくるくると回転しながら前降りるようにゆっくりと降下する方法である。オートローテーションはエンジンとローターとを切り離して 機体の効果によって生まれる空気の流れからメインローターの回転力を得る飛行方法であり、水力を生むメインローターだけでなく、テールローターや補給類も駆動される。基本的にヘリコプターはオートローテーションによってすべてのエンジンが停止しても安全に着陸することができる。ただしすべての飛行状態においてオートローテーションが行えるのではなく、 前進速度や高度が不足している場合は、オートローテーションに移行する前に墜落してしまう可能性がある。パイロットは常にこれを念頭に置いて機体を操縦する必要がある。オートローテーションはヘリコプターの操縦に必須の技術とされており、ヘリコプターパイロットは必ず訓練を受ける。技能試験では、規定高度から地上の規定の広さの中へ安全に模擬着陸できる。 ことが要求される。オートローテーション自体は水平速度がゼロであっても可能だが、難着陸をするためには、前進速度が必要である。なお、機体の重量が軽すぎると、オートローテーション時にコレクティブピッチを最大にしても、ローターの回転数が上がらないので、ヘリコプターには最小飛行重量が定められている。操縦操作全エンジンが停止した場合には、 ローターの駆動力が失われるので、メインローターのブレードの向かい角を通常飛行時のままにしていると、メインローターの回転数が急速に減少して、ブレードが揚力を失ってしまう。回転数の低下を防ぐためただちに CP レバーを下げて、ブレードをフルダウンにするとともに、右ペダルを踏み込んで機種方向を維持し、ついでサイクリックピッチスティックを操作し、 希望する前進速度を得る。なお、ローターの回転数は、オートローテーション時の常用最大値と最小値の間になるように、CP レバーを操作し、限界値を超えないようにする。着地時は、サイクリックレバーをわずかに引いて、加工速度を低下させ、設置直前に CP レバーを大きく引き上げて、軟着陸する。非公開比領域。 高度速度方位線図高度速度方位線図は通常飛行からオートローテーションに安全に移行できる高度と速度との関係を表した図である。ヘリコプターが通常飛行からオートローテーションに移行するにはある程度時間がかかりその間に高度が低下する。したがって速度が低い場合は高度の制限が高度が低い場合は速度の制限が設けられる。 この制限内では、オートローテーションに移行しようとしても、適度の沈下率と前進速度を保つことができず、地面に安全に着陸することができない。総発エンジンの機体では、肩発故障時に対してだけ、HV 線図が規定されていて、制限範囲は小さくなる。また、機種によっては、機体重量が軽い時には、制限範囲がなくなる場合もある。 デッドマンズカーブという別名もあるが、デッドが死を意味するので、避けられ、現在は、h v センズ図と表記されることが多くなっている。メディアを再生するコードを落としながら、ループを行う、ティーガー背面状態でフレアを放出するオランダ軍の、R、R-64D 固定翼機で行われる、極義飛行の軌道の多くは、飛行方法の異なるヘリコプターでの実行は、困難だが、 1949年にヘリコプターでは世界初とされるループがシコルスキー S-52 で記録されている。1970年代にも S-67 や CH-53 といったシコルスキー機はデモンストレーションにてループまたはロールを披露している。シコルスキー以外でもヒューズ500やベル407といった全関節型ローター機のほか、 ロッキード XH-51、R-64 アパッチ、ユーロコプターティーガー、アグスタウェストランドリンクス、MBB-505 といった、リジッドローター機、O-1IC-120 といった、ベアリングレスローター機で、ループやロールの実績がある。これらの機体が航空祭などで、極技飛行を披露しており、スペイン空軍では、 練習機として導入した EC120 で飛行教官による極技飛行隊パトローやアスパを結成している。無線操縦ヘリコプターの世界ではローターピッチをマイナス角に操作することで背面飛行まで可能となっているのみならず固定翼機でも考えられない激しい軌道を実現している。対空精神作用量には対空類別として以下に分類されている。 なお、日本の航空法では、回転翼航空機の極技について規定されておらず、民間機の極技飛行は行われていないが、対空類別の大障外である、陸上自衛隊の O マイナス1などが航空祭で、ループや、ピボットターンを披露している。ありがとうございます。